フラビア・ペンネッタは、イタリア・ブリンディジ出身の女子プロテニス選手。イタリア人の女子テニス選手として、史上初の世界ランキングトップ10入りした選手である。彼女は2006年度の女子テニス国別対抗戦、フェドカップで、イタリアチームを初優勝に導いた代表選手の一人であり、四大大会でも2011年の、全豪オープン女子ダブルス、2015年の、 全米オープン女子シングルス優勝がある。自己最高ランキングは、シングルス6位、ダブルス1位。WTA ツアーで、シングルス11勝、ダブルス17勝を挙げた。身長172センチメートル、体重58キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ペネッタの、表記揺れも多い。父親の手ほどきで5歳からテニスを始め、2000年に、 プロ入り。2003年からフェドカップのイタリア代表選手になり、2004年8月にポーランドソポとの大会でツアー初優勝。2005年2月、コロンビアボンゴタ大会とメキシコアカプルコ大会で2週連続優勝を果たす。この年から4大大会でも成績を伸ばし、全仏オープンでパキシュナイダーとの3回戦、ウィンブルドンでもマリー・ピエルスとの4回戦に進出した。 全米オープンでは、女子ダブルスで、ロシアのエレーナ・デメンチェはトップペアを組んだが、決勝で、リサ・レーモンドサマンサストーサー組に2から6、7から5、3から6で敗れて、準優勝になっている。2006年1月初頭に、オーストラリアゴールドコーストで行われた、モンディアル・オーストラリア女子ハードコート選手権、準決勝で、この大会から、現役復帰したマルチナ・ヒンギスを1から6、 7から6、6から2で破った。しかし、決勝戦では、チェコのルーシー・サファロバに3から6、4から6で破れた。この大会も含めて、2006年度のペンネッタは、ボゴタとアカプルトの大会で2連覇を逃し、3大会で準優勝とマりに終わっている。この年は、団体戦のフェードカップで活躍し、ワールドグループ準々決勝のフランス戦、準決勝のスペイン戦で、 イタリアチームの勝利に貢献した。初進出のワールドグループ決勝は、ベルギーとの対決になる。ペンネッタはシングルス第2試合で、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに敗れたが、2勝2敗で迎えた、最終第5試合のダブルス戦で、イタリアのフランチェスカ・スキアボーネロベルタ・ビンチェ組が、ベルギーペアの途中棄権により勝利を収め、イタリアは、フェドカップで、初優勝に輝いた。 2008年全仏オープンで、ペンネッタは3回戦で、ビーナス・ウィリアムズを7から5、6から3のストレートで破り、同大会での自己最高成績を更新した。しかし、続く4回戦で、スペインの予選勝者、カルラ・スワレス・ナバロに3から6、2から6で破れる。全米オープンで、ペンネッタは、ついに4大大会発のベスト8入りを果たし、 全仏オープン準優勝者のディナラサフィナニ2から6、3から6で完敗した。2009年8月17日付の女子テニス世界ランキングでフラビア・ベンネッタは10位にランクされ、イタリア人女性として史上初の世界ランキングトップ10位を果たした。その後、彼女は第10シードとして全米オープンに出場し、2年連続のベスト8に入った。 2010年は、ヒセラ・ドゥルコとのペアで、WTA ツアー選手権など、ダブルス7勝を挙げた。11月のフェードカップではアメリカを相手に、シングルスで2勝を挙げ、イタリアの2年連続優勝に貢献した。2011年の全豪オープンでは、シングルス3回戦で、シャハーピアを3から6、7から6、6から4で破り、全豪最高の4回戦に、進出した。ダブルスでは、 キセラ・ドゥルコと組決勝で、ビクトリア・アザレンカマリア・キリレンコ組に26、75、61で逆転勝ちして4大体開発のタイトルを獲得した。2月には、ドゥルコと並んで、ダブルスランキング1位になった。全米オープンでは3回戦で、第3シードのマリア・シャラポワを6から3、3から6、6から4、4回戦で、第13シードの法卒を6から4、 7から6で破って2年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝では、ノーシードのアンゲリック・ケルバーに4から6、6から4、3から6で破れた。2014年全米オープン2012年に、右手首の手術を受け6ヶ月ツアーから遠ざかり、ランキングを落としたが、2013年全米オープンでは2回戦で、第4シードのサラエラに3回戦で、 第28シードのスベトラーナクズネツは4回戦で第21シードのシモナハレプ、準々決勝で第10シードのロベルタ・ヴィンチを破り、4大大会で初めてベスト4に進出した。準決勝では第2シードのビクトリア・アザレンカに4から6、2から6で破れ決勝進出はならなかった。2014年3月の BNP パリバオープンでは決勝で アグニエシュからドアンスカを6-2、6-1で破るシングルス10勝目を挙げた。2014年全米オープンでは、マルチナ・ヒンギスと組女子ダブルスの決勝に進出した。決勝では、エカテリーナ・マカロアエレーナ・ベスニナ組に6-2に、3-6-2-6で破れ準優勝となった。2015年の全米オープンでは準々決勝で、第5シードのペトラ・クビトバに4から6、6から4。 6から2で勝利。準決勝で、第2シードのシモナ・ハレプーに6から1、6から3で勝利し、シングルス初の決勝進出。イタリア人対決となった決勝では、ロベルタ・ビンチに7の6、6から2のストレート勝ちで下して、グランドスラム初優勝を果たす。33歳6ヶ月での全米オープンシングルス、優勝は1968年のオープン会後では、 最年長ともなった。試合終了後の表彰式のスピーチでテニスにお別れを言いたいと2015年限りでの現役引退を宣言した。9月28日付の世界ランキングで自己最高の6位に浮上。初出場で現役最後の大会となった WTA ファイナルズは第1戦で第1シードの下ナ・ハレプに敗れ。 第2戦で優勝したアグニエシュからドアンスカに勝利。第3戦は、第3シードのマリア・シャラポアに敗れ、1勝2敗のグループレッド4位で敗退した。ペンネッタは2016年6月に、同じイタリアのテニス選手である、ファビオ・フォニーニと結婚した。2017年に第一子の長男を出産している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2013年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。